こんにちは皆さん。どのタイミングで今日納豆食べてへんけどさ、昨日ニンニク食べたから臭いかも。どういうこと？常に臭いってことじゃん。そう、納豆食べ、納豆臭いかニンニク臭いかってこと。そうです、ね、今日は納豆臭いかも。でも思わんかった。あんまりよかった。牛乳飲んでないけどいけるかな。嘘じゃなく言っとくわ。よかった。今日は臭いかもしれないです。じゃあもし公演中にニンニクの匂いするなと思ったら言うな。あ、くさあのすれ違いざまに、ね、どうせあくさっていうな。大丈夫やと思う。匂いしたい。でもあんま感じるタイミングがないと。でもちゃんとスアイス3かけらぐらい食べましたよ。マジ、うん、電動率の時に思ったら言うな。確かに言っといて。いや、くさいやと思いながら何も対策はしないです。ナビがサビ前こうやって歌ってる瞬間にくさっていうな。今日そこやな、店は、うん、そう公園中やばい。そう、公園中行ってくれるらしい。うん、昨日食べてん。全然分からんかった。ニンニクケート、あんまり意識して食べたことないかも。ニンニクを食べました。めっちゃうまいね。めっちゃ美味しいっすよね。どうやって食べる？生で食べるの？いや、本当は焼いた方がいいんかもしれへんけど、なんか、それこそかスライスとかをサムギョプサルの中入れたり、うん、薬味としてね。そうそうそう、そういうことか。なんかあるやん、ガーリックライスとか一緒に炒めたり、めっちゃ美味しい。ニンニク入れるのと入れない全然違いますよね皆さん。トンテキとか最高。ああね、ニン、うん、もう、うん、ラーメンとかね。ガーリックトーストとかさ あるけど、あれも一応入ってますよね多分。そうやんな、うん、そういう入ってる系は。でもそれもあんまり意識的に食べへんかも。だから一回食べてみて普通に、でその後ニンニク入れて混ぜて食べるのとかも、うんうん、全然なんか風味も違うし癖感も違うし、これこれってなる。これだって絶対休み、次の日休みって分かった。私ニンニクチャーハン取るもん。休みじゃなくても食べてる。昨日はね、ニンニクあると思わなくって。あ、そういうこと、ね、そう普通出てきた時に、あ、ニンニクあると思ってかけらで、食べるか迷うなって思ったけど、公園やしな、ワンチャン分からんよな。どういうこと？公園でもメンバーは気づかない。メンバーだけや。ファンの人まで届かんから。握手会とかじゃないから。そうファンの方まで届かんし、メンバーやしなと思って。分からん、いや最善で思う。最善はごめんなさい。言ってください。最善でニンニクの匂いしたら、うん、ごめんな。多分シーヒン、自分の口の中でもシーヒンから、うん、シーヒン、あ、食べた後もあんまり友達に分からんかった、分からんって言われたから、うん、今も全然分からん。大丈夫なはず。大丈夫、うん。そうなんです、ね、食べちゃった。美味しいニンニク。そうね。なえ、お水飲んだら大丈夫なの？牛乳やな基本。牛乳とかでもブレスケアとか。でもあ、かニンニク食べた時は、うん、あの買わへんブレスケア。あ、飲み込んで落としこで、ここそう。そしたらさ、めっちゃ食堂さスースースね、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、うん、マジ綺麗になる。ここが届かへんようにしたいけどな。多分大丈夫。ただ客席届くレベルだもん。今座られへん。違うね、やっぱ座られへんマジで、うん、ほんまに。でも私ニンニク臭い、この間臭いな、うん、ニンニク食べたなって思うのあんまないねんな。あんまってかないねんな。ニンニク臭ってならへんねんな。ニンニク、確かにニンニク臭いはあんまり思った。でも臭いねんな。なんでなんやろ、どれが臭いんやろ。食べた直後じゃん。その食べ口の中にまだある状態で喋ったりしたら臭いかな。匂うんちゃう。それは臭い。昨日の私の口の中臭かったもん。ニンニク臭かった。あと食べ合わせとかなんかな。あ、なんかお肉とかと一緒に分からんけど、ニンニクの何が臭いやろ。でも韓国行った時に、それこそ韓国ってニンニク料理がめっちゃあるんよ、うん、基本ニンニク入ってるからさ、うん、でもジュニアさん前髪カットのお時間。やばい、ここで切ってほんまや、ここで切って切って、え、切ってくれる。今から前髪切ってもらいます。よくこの時間に配信したな。着替えてもなければ前髪も切ってないやん。ちょっとあのね、まあまあしゃあなかった、いろんな人がしゃべっててね。見たいって、やっぱそうですよね、見たいですよね。アイドルの前髪カットのお時間です。堀田さんにね、いつも切ってもらってるんですよ。ついでに切ってもらおうか。無理、それは無理。無理か。あとさ、生誕の時に切ってもらってんけど伸びちゃったからさ、分からんよな。分からんよね、ケットには分からへんの。あ、そうか、けど前髪ないもん、ずっと。そうなんです。みんな、メイク前にみんな切ってる。
いや、この間も切ってたやんってレベルで切ってるけど、めっちゃ伸びちゃう。どれぐらいで切るの？2週間に1回ですって。そうだな、前髪伸びるの早い。あ、めっちゃさ、それこそ眉毛ギリギリまで、うんうん、で抑えてたらそら 2,3 週間持つけど、うんうんうん、なんかほんまに一番ちょうどいいところで切っちゃうと伸びるのめっちゃ早いですって、うん、思ってたより。でも毎回切ってるのかと思ってた。ありがとうございます。すごい、みんな見たいって。見たいの？前髪切り方。リアルタイム生配信。前髪生配信。企業秘密やね。あ、そうや。企業秘密やね、みんな。いいの？ほとんど映ってないけど。ちょっとカメラ持ったらかけた。ほとんど映ってないって。じゃあ映すわ。あ、でも今はね。ちょっとだけこっち見て。分けてもらってるね。あ、ケイトの方ではめっちゃ映ってるわ。ケイトの方が映るって。めっちゃ映ってる。って言ったら自分の見てる人減っちゃうから。あ、ほんまや。まあ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 。ラメの方もあれで映るとき。いろんな角度から。そうそうそう。え、短めにしようかな。あ、そういうこと。そういうこと。でも、あるやろ。キャラクターだから、あ、そうやね。ちゃんとして。キャラクターってあかんのじゃないの、こういうの。あ、そうだ。知らん。うん、おもろい。よかった、爪がキャラクターじゃなくて。基本なんですっけ、眉毛とまぶたの真ん中ぐらいですよ。いや、これ多分メイクとかとちゃうから言うてもできないと思うね。そうやな、確かに。でも注文するときにな。そう、注文はそれ。でもゆいねちゃんは汗をめっちゃかくから、うん、みんな基本目上切りを望むけど、ゆいなちゃんはそれよりちょい短くしてる。どうせ汗で落ちるから。でほんまにもう前髪諦めてるときは眉毛の下。ああ、もう伸びて伸びてってこと。なんかさ、やっぱ熟のキャスケットかぶっちゃうとさ、もう100年先行くときにさ、前髪ぺったんこないよ。ああ。そうだから、そのぺったんこになっても目にかからんぐらいが梅雨の時期はベスト。なんて書いてる？おじちゃんたちがなるほどおじちゃんたち、そんなに分かってる、みんな。あ、おじちゃんたちやからな。ほんまに前髪切る時の方さ、参考にしてみんな。おじちゃんらはあんまそんな言わんやろ、絶対。みんな自分で切ってる？そんなことないか。絶対違う。そうですよね、前髪、うん、でも一般の人最近切ってる人多くないですか？みんな自分で切ってるの？うん、切ってる気がするで。どう？友達とか。どう？うん、みんな言われへん。どう？マコはこの前自分で切ってすっごいお前になったけど。そう、だから探したらもう禁止令だけど。私もでもさ、ウィンクの時に一回切って、真ん中、うん、中の髪の毛をマジで、うん、これなんで？ホタさんのヘアメイカー髪やって。嬉しい。なんで私が切ってるって分かった？言ってた。私が言ってた。そう、大切なヘアホタさんに任せてます。嬉しい。マジツインテールの位置神ですからね。ホットさんの他も褒めろ。他も決めて。基本良し悪しは全部答えてくれる。ラブニアワンとか。そうそう。いや、でもはっきり言ってこないと言ってくれない。やめて。そして総合さんが言ってた。似合うハーフポニーを探してくれるんです。そう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 。そうです。やっぱね、位置によってね。最近ケトちゃん入ってない私。え、思いました。ホタさんがケト入ったらクマさんヘアさせたがるから。でも絶対しんへんからケト。そう最近特にですよ。もうできるタイミングはないんですよ。ないな。帽子だらけだから、あの帽子クマの上にどっけるしかない。ユートピアでクマさんしたらもうやばいやろな、うん、やばい。ツインもあかんねん。ケトポニー専用の人やから。あ、そかそか。もうだから今日どうしようかっていう、どうやってツインをするかっていう会議をしてたんですけど、うんうん、ちょっとずつポニーを2個に分けていくことにした。なんか最初の方とかてっぺんの方でこう2個に分けて、だんだんその幅を広げていくっていう。気づいたらツインって。こんな感じですよ。で、横毛は私まだ瞑想中なんで、とりあえず伸ばしてます。なるほど。このね、つながりのとこだけちょっと切るぐらいです。そうそうそう、ラビのクマさんヘアが好きです、よろしくお願いします。そうですよね、私も好き。ねえ、ちゃうねちゃうね、キャスケットにクマさんおかしいやん。乗っちゃうもんな。乗っちゃうね。キャスケットその日はやらなくていいよやったら全然やるよ。かわいいもんな。ナンバラでしかもね。ナンバラやったらベレー帽に。ほんまや、ほんまや。あのベレー帽穴開けたらいいんじゃん。めっちゃおもろいやん。クマの毛出る部分だけ。はい、ありがとうございます、はい、こんな感じ。かわいい。聞いてた。
ありがとうございます。これこれ、そう映さんでいいやん絶対。髪の毛で絶対いらんやん。ねえ、そんな人いらんよ。抽選で、そんないらんいらん。5000円です。全然いらん、全然いらん。早くゴミ箱捨ててきて。そんな、ありがとうございました。堀田さんでした。視聴者プレゼントです。いらんねえ。よかった、前髪切れました。こんな感じで切ってもらってます。ほら、ちょうど眉毛と目の間ぐらい。ほんまにさ、キャスケット、そうやねん、キャスケットをなんかこうしっかりかぶったら、うんうん、こうなるねん。なるよな。だからもう今ここまででキャスケットかぶって、あ、浮かしてるんだ。浮かしてる、かしこ。そうなんです。なるほどね。5000円って言ったのに5万って見ねってくれて、ありがとう。ほんまにどこに飾んの、みんな。美味しくないで、別に食べるもんね。食べるん、ふりかけやと思って。なんか始まってんねんけど、10万オークション、オークション、セリセリ。もうあれですな、ゴミ箱の中行っちゃいました。そう、こんな感じです。こっちは5000円で満足して。お邪魔します。あやの、やります。坂田が来ました。これもう一個ないかな。あ、全然手持ちで、手持ちでいけんの。はい、珍しい、髪の毛してね。でも最近は春でやってるやんな、ツイン。そうですね。お、ハマってんの。似合うんで。どうしよう。あ、おソロだよ。そうやな、みんなおソロっぽかったな。あ、そうなんや。ハチキ、そうですですって、皆さん。だって坂田髪の毛いいじゃんって。ありがとうございます。あ、マスカラ使いましたよ。マスカラ、あ、使った。今日は坂田がマスカラを使ってレビューしてくれるらしい。あ、そうなの。ゆいなさんが、そう、皆さん、新しい皆さんです。あ、来る。あ、みんな入るんだ。あ、頑張れ頑張れ。こっちで変えて、はい、開始ボタン押して、開始押して。とりあえず開始。待って待って、私が一番着替えてない、どうしよう。私が一番焦らなあかん。あ、ちょっと待って、こうしたらラビ入らんと。そうやな。今日はね、ゆいなさんが新しいマスカラを探してるってことで、そう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 、私が今日新しいマスカラを使ったんですよ。そう、それでレビューしてもらうねん。そうです。なるほど。汗でも耐えれるかっていう、そうそう、マスカラを。やろう、やろう、よかった。みんなで今何分、今何分見ていい。イエーイ、おそろいで。イエーイ。何分か、 45? あれ、私たち何分か始めたっけ。私何分で着替えなあかん、もしかして。分からへん。え、やばくない。だって、あ、でも29分ぐらいで始めた。え、たあ、そうかも。え、ないつから始めた。縦に向けたら分かるんじゃん。分かるか。リツーたち、そうです、みんな勢ぞろいしてます。しちゃあ、32分おあ、12分ぐらいで着替えなあかん、私。着替えるわ、頑張ろう。10分あれば行けます。そうやな、でも着替えの遅いね、私。しおりさん、しおりさんです。かわいい。手冷たくないですか。え、ね、ラビも冷たかったで、今日のリハ。あ、髪の毛切って。そう、私もリボンまだつけてないです。髪飾り。冷たいね。冷たかった。髪飾りつけてない。早着替え。始まる前から早着替え。始まる前から早着替えです。やばいね。やばい。みんな集まってきた。みんな集まってきました。間に合わない場合どうなりますかって。え、維持です。私服で始めます。やばいやん。やばいやん。大丈夫でも。でもお腹空いてきたな。どうしよう。10秒チャージしてる。10秒チャージするか。え、いいよ、めっちゃ。あんなにさ、走りながらさ、下まつげのマスカラ塗るの忘れないって言ってたのに。塗ってないよ。塗ってない。ああ。いつもやな。ないくせに意識低いです。どういうこと。急に反省。なんでいつも後回しにしちゃうの。え、なんか嫌やね、まつげなさすぎて塗るのが。で、後にしたいって感じ。そうそうそう、こんな感じです、いつも。そう、私だけ私服どうしよう。今やどうする。まあ、頑張るわ。今着替えたら無理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 。脱ぐことしかできひん今ここで。脱ぐことできるんか。脱ぐとこあっちにあるから。衣装あっちにあるからさ。あの目尻がまない。うん。しかも。あ、15分経った。よし、無理無理無理。着替え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 
とも、ゆもちゃん。13位、ひとしくん。12位、こじ。13位、まこったん。12位、あさとさん。9位、ぼっさん。11位、けいたんさん。10位、ゆうくん。10位、やすさん。9位、しーふさん。8位、けいとはちーくいしさん。ありがとうございます。7位、のりぼえさん。6位、おもよこさん。5位、ほりちっちさん。4位、くみやさん。3位、ゆうしーさん。2位、かとおなさん。1位が、ひとつわたつみつさんです。ありがとうございます。着替えてきます。ダッシュ着替え行ってきます。ありがとう。ありがとう。またね。頑張ります。